さすがさすが。ではわしの本当の姿を見せるとするかの。我が名はローム・ボス・フォレームス・ハイラル。かつてこの地にあった国ハイラル、その最後の王だ。この国は100年前、大厄災によって滅んだと言うたな。わしはその時に命を失い、今や魂だけの存在となってしまった。記憶の確かでないお主に全てを語れば混乱する。そう考え、わしは仮の姿をとっていたのだ。許せよ。今こそ話そう。100年前何があったのか。厄災ガノンの正体、それは太古の昔、この国に生まれた魔王が怨念と化して復活した姿なのだ。ガノンは伝説や研ぎ話に現れるものとして語り継がれてきた。だがある時、王国の占い師が一つの予言を告げたのだ。大地に厄災ガノン復活の兆しあり。だがガノンに抗する力もまた大地に眠る。我らは
予言に従って発掘を行った。その結果、陶器祖先の手により作られた遺物がいくつも発見された。人が操る獣をかたどった四体の巨大遺物神獣、自らの意志で敵と戦うからくりの兵士ガーディアン、それらは我が国で長きにわたり語られてきた伝説と見事に符合していた。封印の力を持つ王家の姫と大魔の剣に選ばれし騎士、彼らは遥かな太古遺物たちと共にまことガノンを封印していたのだ。100年前の王国には力の継承者である姫と才能ある騎士がいた。そこで我らも祖先に習った陣を張ることにしたのだ。ハイラル中から特に優れた能力を持つ4人を選び出し、神獣を操る任につけ、そして姫を長とし、彼らを英傑と名付けて結束を固めた。姫と5人の英傑が揃うことで厄災は封印できるはずだった。だが狡猾なガノンは我らの想像を超える策を持って復活したのだ。ハイラル城の地下深くから現れた。そしてガーディアンと四神獣を乗っ取り襲いかかってきたんだ。城の民や神獣の英傑たちは命を落とし、選ばれし騎士も姫を守るために傷つき倒れてしまう。こうしてハイラル王国は厄災ガノンに壊滅させられたのだ。しかし生き残った姫はなおも一人でガノンに立ち向かった。リンク、後を託します。あなただけが最後の希望、どうか。姫の名はゼルダ、わしの娘だ。そして最後までゼルダを守ってくれた騎士、それがお主だ、リンク。あの日お主の命運は一度尽きた。だがこの大地の祠に運ばれ、100年をかけてようやく蘇生を果たしたのだ。お主が目覚めてより幾度か耳にした導きの言葉、あれは今もハイラル城でガノンを抑え続けているゼルダの声だ。だがゼルダの力は時期に尽きる。その時奴は完全に復活し、この国は今度こそ滅んでしまうだろう。リンクよ、国を守れなかったわしに言えたことではないが、それでも頼みたい。ガノンを倒し、民を、そして娘を救ってやってくれ。だが今なお四神獣はガノンに奪われたまま、ハイラル城でも多くのガーディアンが動き続けておる。今のお主がすぐにあの城へ行くのは厳しかろう。まずはここより東の地にある村を訪ねるのだ。村の名はカカリコという。そこに住むインパという者がお主の行くべき道を示してくれるだろう。カカリコ村の場所はシーカーストーンのマップに記されておる。まずあの双子山を越え、道沿いに北へ進むのだ。